にちは、深瀬こよみです。いや、前回ね、ツイステのミリシラやらせていただいたんですけども、今回続きですね。その続きの前に、前回見させていただいたキャラクターの正しいプロフィールを見たんですよ、私からの、ちょっとコメントをいくつかさせていただきたいと思うんですけども、まずおったまげたのがリドルくんよ。リドルくんさ、17歳なの？いや、わかるよ、みんな学生なのは全然知ってんだけど、いや、ちゃうんすよ。エースくんとデュースくんより年上なのっていう。そんなことあっていいの？もうそんなエッチやんと思ったのと、あと、ジェイドさんね。ジェイドさん、フロイドさん。好きな食べ物が、タコのカルパッチョと、たこ焼きって、これ、完全にアズールさんに対する当てつけのようなものよね。絶対性格悪いじゃん。好き。あと、二人は、サソリ座なのよね。裏切らないね。サソリ座は裏切らないね。ほら、怒らせたら、やばい星座として、名を連ねているじゃない。いや、偏見なんだけどね。まあ、それはまあ、誠に、エッチだと思います。あと、レオナさんね。レオナさん、二十歳なの？っていう。みんな、全員はわかんないけど、皆さん、割と10代よね。で、ここは一応多分、高校とかの扱いになってるんだと思うんだけど、20歳って、留年みたいな。めっちゃ留年したのって思ったんだけど、もしかすると高専とか、高専は、5、6年あんのかな。だから20歳の方が学生でもおかしくないので、ツイステのこの学校は、わかんないけど、ツイステ学園は、高専なのかなっていう。あと、レオナさんは、そう、前回の動画を、見てくださったフォロワーさんが、フロイドさんかな？私、フロイドさんの時に、お肉が好きで野菜嫌いそうって言ったんだけど、それはレオナさんですよって教えてくれたんですよ。レオナさん、確かにぽいよね。お肉が好き、野菜が嫌い。もう、わかる。ぴったり。いや、レオナさんとはそういう、食の趣味が合いますね。で、趣味が合うとか、そういう関連だけど、一通り、前回お話しさせていただいた方たちのプロフィールを見まして、で、トレイさんとアズールさん、この二人が中だったら、一番仲良くなれそうかなっていう気がします。トレイさんは趣味が歯磨きって書いてたんだけど、私もね、もうほっといたらずーっと歯磨きしてるんですよ。だからね、歯磨きが趣味ってすごい。わかるーって思うんですよ。あと、アズールさんね。好きな食べ物が唐揚げと、わかる。それで運試しが嫌い。それもね、すごいわかる。いや、私は、ソシャゲのガチャとかね、課金するタイプなんですけど、それも一応ね、乱数調整とかちゃんとやってからやるんで、もう完全なギャンブルではないと、自負しておりまして、ですので、トレイさんとアズールさんは仲良くなれそうかなーっていう気がします。で、続きやっていきたいと思います。今回、まず、スカラビア・リョウさん。スカラビア・リョウさんね。まず、カリムさん。この、二人今画像を見てんだけど、確かさ、スカラビア寮さんって、ハッピースカラビアみたいな風に
なんかツイッターで見たことあるんですよね。つまり、まあ、ツイステ業界において光属性のところなんじゃないかなって、こうカリムさん、カリムさんはまあ陽キャというか、でも陽キャなんだけど、あの全然六本木の匂いが個人的にはしないなーって思ってて、本当にこの方はすごいいい子だと思う。光属性だわ。本当にあの明るくさ、落ち込んでる人絶対ほっとかないと思うんだよね。どうしたのってすぐ助けに来てくれそう。こういう人いいなー。いや、私本当あの友達がまあ少ないんですけど、本当にいい子の人としかあの友達になれないんですよ。優しい人というか、私自身がちょっとね難ありの人格なので、そういう意味でカリムさんは本当私とも友達になってくれそう。この方いいね。あとなんだろう、なんだろう、あの親指で心臓を刺してる感じ、俺だ俺だ俺だである感じの、だからすごい引っ張ってってくれそうだよね。リーダーシップもありそう。かといってあのやっぱリーダーシップとセットになりがちなエゴイスティックな部分っていうのはなさそうだね。本当に光属性だと思います。あと何、この方もさ唐揚げとか好きじゃない？いや肉でしょって、何にも勝るのは肉でしょって言いそう。いやーいいですね。でもこの方あれか、あのアラジンの鳥さんのあれなのかしら。多分そうよね。こうリボンっぽいところに鳥の羽があるから、あの鳥の方よね。ということはやっぱりおしゃべりよね。あの映画のさ鳥すごいおしゃべりクソ野郎だけど、でクソの部分はなさそうですね。圧倒的光だと思います。カリムさんはそうだな、まあ近接タイプでしょうね。あの身軽というか、まあ、運用方法はエース君と似てるんじゃないかなっていう感じがする。うん、この方は身軽だと思います。このジャミルさんヘビーなんだね。ってことはあのジャファを担当してる方なのかな。フードかぶって意外とこの見た目で太陽の光とかに弱いのかな。太陽湿疹とか出ます。あともうまあちょっと陰キャそうな見た目ではあるんだけど、あのハッピースカラビアということで、この方もまあ光属性でしょうね。でもカリムさんのようにこう陽キャというよりは陰キャな感じで、いやそういう人いいと思う。陰キャなんだけど光属性のいい子、なんか多分口ではさ憎まれ口とか言うのかもしれないけど、後でね一人になった時に言い過ぎちゃったかなとか、そういう細かいこと気にして落ち込んで、でも次に誰かに会った時にそこを改善できないで、まあ、あのトゲトゲしてしまうという、そういう不器用な、まあ、不器用なタイプなのかな。不器用な方いいと思います。いや可愛いと思う。あとなんていう、中二病、ちょっと中二病もあるかもしれない。遊戯王とか好きそう。闇のデュエルとか好きなタイプじゃない？違います？ジャミルさん、ま、RPG 的には普通に考えれば魔法使いだよね。本人は繊細でいい子なんだけど、やっぱり闇魔法が得意なんじゃないかな。あのネクロマンサーとかさ、まあ死体を使うんではなくても召喚術とか使えそう。大きい蛇とかさ、
召喚できたり、まあ、口寄せの術とか使えるんじゃないですかね。スカラビア領さんは、まあ、全体的には、圧倒的光っていう感じかな。いや、すごい、RPG 的なことが言えないんだけど、ほんとこの量は光属性だと思います。カリムさんね、まあ、光属性でしょ？あともう、優しさよ。優しさモンスターだよね、きっとね。あと、リーダーシップありそう。まあ、リーダー気質というか。そんな感じよね。で、ジャミルさん。まあ、陰キャ。陰キャですね。陰キャだけど、繊細。うん。なんかやっちゃったこと落ち込む感じだから、多分繊細そうだよね。あと、まあ、闇のデュエル。闇のデュエルが好きな方だと思います。で、次は、ポムピオーレ寮。白雪姫なんだ。あ、ここも3人なんだね。え、この、ビル・シェンハイトさん。女王様がモチーフの方なのかな？え、めっちゃなんか、エッチですね。こりゃ、エッチですね。すごい、自分の見た目に、まあ、女王様タイプだから、自分の見た目に、すごい自信があるんでしょうね。美意識も高いよね。あの、YouTube の美容チャンネルとかめっちゃ見てそう。日々、こう、お化粧の仕方とかを学んでると。でも、すっぴんの方が、え、可愛いじゃんってなりそう。化粧濃い方で、ね、化粧を取ると、あららっていう大事故が起きる方とかもね、まあ中にはいらっしゃいますが、この方はね、もう全然むしろ、え、すっぴん可愛くねみたいな、二度ドッキリさせるタイプじゃないですかね。ツイステといえば、まあ、あらゆる性癖のオタクを網羅してるんじゃないかと、まあ、勝手に思ってるんですけど、この方は、お姉タイプじゃない？意外とね、いるんだよね。お姉タイプのイケメンが好きっていう方。私の友達も、なんかそんな感じだった気がするな。多分、そこでしょ。で、女の子に、もう何やってんのよ、ダメじゃないみたいな。スキンケアの仕方はね、とか、世話を焼いてくれそう。いや、いい人だと思う、この人。でもそうやって、まあ、見た目に自信がありつつも、裏ではちょっとコンプレックスも抱えてそうだよね、見た目に対する。やっぱり見た目に対するそういうコンプレックスを抱えている方の方が、ひたむきに努力をするというか、こんなんじゃダメって、まあそこでね、病んじゃわないか、心配だけど、そなたは綺麗だ、生きろ、みたいな、明日か先方で攻めると、すごい落ちてくれそうな感じがする。私はそういう攻め方をしますね、この方は。で、次。エッペル・ペルミエさん。え、この方は、誰？鏡？鏡の方なのかしら。この方ね、まあ、すごい、分かってくださる方は分かってくださると思いますが、見た目がめちゃめちゃ好みです。こういう、まあ、中性的な見た目で、まあ、ちょっと華奢そうだよね。そういう方ね、すっきゃ。めっちゃすっきゃですね。まあ、好みはさておき。そうだな、明るいタイプではないよね。かといって、陰キャというよりは、こう、独特？だからその、なんて言うんだろう。社交性もそんなになさそうだし、周りに合わせたり、空気を読んだりっていうことはあまり得意じゃなさそう。いや、いいよ。そういうのもいいよ。っていうかさ、
ユーリス君にちょっと属性が似てますよね。そりゃ好きだわ。ユーリス君めっちゃ好きだもん。あ、そういえば RPG 的なこと話すの忘れてたな。あ、もう過ぎ去っちゃったからいいか。ここはそうだね。まあ、ビルさんはもうガチガチに魔法でしょ。エペルさんはこの見た目で怪力だったら私はたまらないですね。見た目が華奢だから見た目で舐められたくないみたいな感じで、意外と体術はすごい得意なのかもしれない。まあそういう人が私は好きだっていうだけなんですけどね。あと何かな。そのくらいかな。とりあえず見た目がめっちゃ好き。ルーク・ハントさん、確かさ、白雪姫に白雪姫買っておいでよっていう、ハントしておいでよっていうハンターいたよね。この方がそうでしょうね。で、ルークさんは、まあ、さっきのビルさんとは、まあ、ちょっと似てるというか、ナルシストではあると思う。でも、ビルさんみたいに、自信のなさの裏返しとかではなく、本当に自信がある。っていう感じだよね。あ、でもあれかな。この、オムフィオーレに来て、エペル君は多分天才、まあ、努力をしないわけではないけど天才タイプっぽいから、まあ、その天才具合とか、まあ、ビルさんも完璧主義具合とか見て、まあ、ちょっと自信をなくす場面もあったかもしれない。でもそれでへこたれないのがこのボクサーみたいな。あ、もうすごいよね。ポジティブシンキングの鬼だと思うな。あと、私あんまりおかっぱ属性がないんですけど、すごい、ま、ここの量全体的に言えるのは、こう、美意識が高い感じがするから、トリートメントとかもクッソ高いの使ってそうだよね。あと、RPG 的なことか。ま、ハントっていうぐらいだから、ま、遠距離タイプなんじゃないかな。遠距離、スナイパーだね。上手そう。意外と仕事ってなると、まあ、ハンターって多分森に溶け込んだりとかもしなきゃいけなさそうだよね。まあ、性格は、さておき、そういう、ハンターテクニックはすごそうだよね。いや、一緒にモンハンやってくんないかな。ね、ポムフィオーレさん。まあ、全体的に言えることは、パーティーとしてのバランスが一番良さそう。だって魔法を使えること、まあ近接が得意な子と、遠距離できる子。だからすごい、バランスいいと思うな、ここは。ビルさん、お姉。多分お姉だと思う。で、美意識高い。まあ、それの、裏返しというか、まあ、努力家っていうのかな？すごい努力家な方だと思います。エペルさん。エペルさん、何言ったっけ？あ、天才。天才だと思うな。さっき体術とか得意そうって言ったけど、多分勉強もね、得意でしょう。あと、何言ったっけね？あと、あれよ、協調性がなさそう。さっき喋った時、協調性って言葉が出てこなかったんですけど、まあ、協調性はちょっとあまりなさそうですね。あと、まあ、近接得意。まあ、この方に関しては武器を使った近接というよりは、ほんと体術。まあ、拳ですね。拳系だったらいいなって私は思います。で、ルークさんね、ナルシスト。
うん、ナルシストでしょ？で、ポジティブの鬼でしょ？あと、上位ハンターだよね。モンハンやってほしいです、一緒に。そんな感じかな。次は、イグニハイド寮。あれよね。ヘラクレスのところなのね。あー、ここ。ここも二人なんだ。やっぱツイステって全体的に寮の人数配分バランス悪いですね。イデアさん。イデアさんもね、ちょっと知ってる。ウッチーさんなのよね、声がね。内山幸喜さんね。それはね、知ってんだよ。それしか逆に知らないんだけど、まあ、この方は、本当に暗そうですよね。自分は日陰がお似合いだとか、すごい、ぼっち。うん、ぼっちタイプだな。いや、こういう人好きですよ。私もぼっち体質ですからね。でもぼっちなんだけど、でもネガティブかと言われたら、そんなにネガティブじゃないんじゃないのかな。なんていうの、自分ではネガティブだと思ってるけど、でも周りから見たら、そんなことなくないって言われるタイプだと思う。っていうのも、あまりこの方も協調性がなさそう。そんな自分に落ち込みつつも、いや、自分は自分だしって思ってるタイプ。あと、朝弱そう。朝起きれないでしょ。まあ、どう見たって低血圧もね。わかるわかる。朝起きれないでしょ。で、太陽の光浴びると溶けるっていうし、夏が嫌い。絶対夏嫌いでしょ。クソ暑いしとか。本当にな、夏に対する悪口が堪能そう。そう、悪口が堪能そうじゃないけど、あれよね、多分自分の好きなことになったらすごい早口になりそう。いや、オタクだと思う、この人。いや、そのアニメのオタクとかそういう気持ち悪い方じゃなくて、うん、何かしらのオタクだと思うな。何のオタクなんだろう。あ、本？すごい読書家とか？この作者の作品は、この作品とこの作品で実は世界がつながっててとか、もし時代が時代だったら、ネットに考察とか載せてるタイプだと思うな。いやー、イデアさん、ニーアオートマタやったらいいんじゃないですかね。あれはすごいぞ。考察、違いのある作品だと思うから。どうですか？おすすめですよ。お次、オルト・シュラウドさん。なんだろう、ショタはショタでも、そこまで、はしゃがないかな。あ、意外とさ、ここイデアさんとオルトさん、周りには、まあ、イデアさんがお兄さんで、オルトさんが弟って、まあ、兄弟。あ、でも名前が一緒だから兄弟だな。兄弟で、そういう感じですって言ってるけど、実は逆っていうパターンかもしれない。オルトさんの方が、お兄さんかもしれない。そういう展開だったら、熱いなぁ。あと、なんでこの人口にマスクしてるんだろう。潔癖症か？他人と同じ空気吸うの嫌とか思ってるかもしれない。で、耳にヘッドホンもしてるから、ま、音とかにも敏感なのかな。潔癖症かもしれない。でも、それともなんか機械っぽいから、繊細というか精密機械なのかな。精密機械とかってね、すごいデリケートですからね。こんな感じ？あ、あとなんか、
コナンくんじゃないけど、他の人がいる前でわざと子供っぽいこととかもしたりもするかもしれないけど、実は計算とかね、この人何歳なんだろう、この学校にいるくらいだから一応16歳とか適齢ではあるのかな。年齢不詳だな。あ、また RPG 的なこと言うの忘れそうになったわ。そうだな。まあ、この見た目だしね。まあ、機械でしょうね。遠距離攻撃が得意というよりは、まあ、近距離もこなせつつ、まあ、ちょっと遠い敵も対応できますよっていう感じかな。近距離、中距離型って感じかな。で、さっきのイデアさん。イデアさんはもう魔法タイプじゃないかな。でも意外と剣振るってたらかっこいいかな。で、イグニ、ハイド領。まあ、共通して言えること。まあ、遠距離が得意じゃなさそうだよね。だから、オクタビネルさんとパーティーを組むとちょうどいいかもしれないね。イデアさん。偽ネガティブ。偽ネガティブって言葉が合ってんのかわかんないけど、まあ、思い込んでるタイプだよね。あと、朝が弱い。朝は絶対弱い。あと、オタク。オタクって悪口じゃなくてね。好きなことになると、普段はね、そんな口数多そうに見えないんだけど、好きなことになると、マシンガントークを始めるから、慣れてない人が見るとね、わっわわってなりそう。え、オルトさん、まあ、年齢不詳よね。イデアさんの弟っぽいけど違うかもしれないから、まあ、年齢不詳。あと繊細、まあ、ヘッドホンしてるしマスクしてるし、まあ、繊細、まあ、繊細潔癖症、まあ、そんな感じだよね。あと何言ったっけ、近距離中距離タイプって感じかな。次、ディアソムニア涼さん。眠れる森の美女なんだ。ここは4人なんだね。マレウス・ドラコニアさん。マレフィセントなのかな。あ、意外と化粧が濃いのね。角。やっぱ竜だから角があるのかな。この人、でも、陰キャそうというか、まあネガティブでもポジティブでもなく、自分は自分っていうタイプかな。で、普段そんなにこう、物静かというか、まあ、クールというか、そういう感じなんだけど、ちょっと怒らせたら手がつけられないでしょうね。だって、マレフィセントとかさ、怒らせたら竜になるじゃない、まあ、そういう感じで怒らせたら手がつけられない、怒らせてはいけないタイプよね。この人は謎が多そう。周りの人とも距離を置いてそうな感じがする。普通に話せば話すんだけど、もう一切自分のプライベートの話をしないみたいな、そういう人いるよね。私生活が見えない。ちゃんとご飯食べてるのか、寝てんのかとかもわかんない。休みの日何してんのって聞かれても、いや、普通だよとか言いそう。その普通がなんやねんっていう話なんだけど、ほんと、
プライベートなこと一切言わなそう。あ、でもその、人的に言わないというよりは、まあ、一人で過ごしてる時間というか、本当にあの、電池が切れたようにぼーっとしてんじゃないかな。だからあの、休みの日何してたのって聞かれても、何もしてないから答えれないみたいな。そういうタイプかな。お次は、リリア・ヴァン・ルージュさん。この方は、まあ、絶対服飾系だよね。自分の服とか自分でカスタマイズしてそう。まあ、他の子たちと比べると、ちょっとやっぱ服が個性的だもんね。服飾系ですね。パンクロックですね。あ、でもあの、弾丸論破好きそうじゃない？弾丸論破全部やってますって感じがする。あと、あの、リサさん？あの、歌歌ってるリサさんね。リサさんのこと昔から好きでしたとか言いそう。あと、そうだな。あの、寝てなさそう。っていうのも、こう、自分の服を作ったり、まあ、デザインしたりとか、趣味が充実してるから、あんまり寝てないんじゃないかな。で、ご飯もあんまり食べてなさそう。いや、そういうのも良くないと思うな。もっと健康的な生活した方がいいと思うよ。あと、ビルさんとは、あんまり合わなさそうだよね。まあ、ちょっと服の系統とかも違うし、合わなさそう。あ、そういえばこの方、さっきのマレウスさんもそうだけど、このお二人は耳がとんがってるのね。ということは、まあちょっと人外の要素もあるのかな。この人も怒らせたらやばいのかもしれない。ときめくね、そういうの。あと、まあすごいあの、ちょっと女性っぽい見た目してるんだけど、ちょっと女性扱いというか、まあ、そういう見た目で判断されるのとか嫌いそう。確かに、あの、見た目はね、自分の趣味を貫き通してて、自分のやりたいようにやってるけど、あ、ほらよくあの、ヤンキーっぽいから悪そうとか、そういう見た目で判断しないでって思ってそう。この方は、ま、自分がされたくないから、人のことも見た目で判断しなさそう。うん。ちゃんと、あの、中身まで知った上で、辛辣な悪口を言いそう。容赦なさそうだよね。でもこういう見た目の方から出る毒舌っていうのかな。ご褒美だよね、完全に。ね、このツイステ学園は多分この生徒以外にもモブがいらっしゃると思うんだけど、まあ、そういう方たちにとっても大変ご褒美ですってなってそう。あ、また RPG っぽい話。の忘れてるな。いや、この方も身軽なんじゃないかな。素早さがありそうだよね。で、あの、でかい武器とかも振るわないし、まあ、モンハンでいうところの双剣使いっぽいよね。そんな感じかな。次は、シルバーさん？シルバーさん、なんで名字がないの？他、これまでいたっけ？名字、ない人。何か、名のあるお家の方なのかな？あまり、出自を明かしてはいけないみたいな。いや、絵の関係かもしれないけど、
マリウスさんとなんかちょっと顔が似てるよね。いや、本当作画の関係なのかもしれないけど、マリウスさんと、異母兄弟とか、ま、お父さんが違うとか、半分血が繋がってるとか、多分マリウスさんは竜の血が入ってるでしょ？シルバーさんは耳がとんがってないから、竜の血が入ってないっていうことで、まあ兄弟なのかな？本当は、ドラコニアのお家の人なのかもしれないけど、めかけの子というか、まあちょっと出自に何かありそうな感じはするよね。まあ性格はこの見た目通りクールな感じじゃないかな。で、なんか出自に、まあちょっといろいろあって、マレウスさんと気まずい感じかもしれないけど、でもシルバーさん自身は、マレウスさんのことを嫌いってことはないんじゃないのかな。多分マレウスさん、まあ、王族というかそういう感じだから、この衛兵とかなのかな？このシルバーさんと、セベックさん？セベックさんとこの二人は、この衛兵的な感じじゃないかな。だから、守ってる。うん。でも周りにちょっと、マレウスさんと半分血が繋がってるっていうことをバレたら、やばいから、まあ、名字は名乗ってないのかな。まあ、クールな感じよね。あと、なんか、趣味とかも、なさそう。仕事に、忠実というか、仕事人間だね。あ、休みの日に何していいかわかんなくなるタイプ？いや、そういうのは私全く理解できないんですけど、うん、仕事人間だから趣味とかなさそう。退職した時認知症が心配だね。あとなんだろう、なんか本当趣味とか、まあ、好き嫌いもなさそうだからあんまりなんかコメントないな。あ、頭はいいでしょうね。次の、まあ、セベクさんがちょっと強そうだから、戦略とか、軍師タイプじゃないかな、この人は。次は、セベク・ジグ・ボルトさん。すごい名前が言いにくいな。セベクさんは、まあ、さっきも言ったけど、この人も仕事人間っぽいよね。あ、でも、シルバーさんほどは、仕事人間ではないけど、まあ、比較的真面目な。あ、でも、真面目なタイプだけど、兄貴分みたいな感じもするよね。あ、こういう人もいいな。すごい、周りのことをよく見てそう。それこそなんかシルバーさんが働きすぎだなって思ったらちょっと休んだらって一言言いそう。でもなんかそういうことを言われるのもシルバーさんあんまり好きじゃなさそうだから、そこはうまいことやってちょっと休ませたりとかするんじゃないのかな。周りをよく見てるタイプだと思う。あと、趣味。趣味。バードウォッチングとか、まあ、登山とか、アウトドアっぽいよね。インドアではないな。アウトドアな趣味、ありそう。本当は、筋トレが趣味っていうところもあるけど、ちょっと筋トレが趣味っていうの、微妙だよなって。周りには言えないでいるけど、本当は筋トレも
好きなんじゃないですかね。あと RPG 的な、さっきのシルバーさんが軍師タイプというか戦略を練るのが得意な分、この方は近接よね、近接タイプだね。体験とか振るってそうだよね。でも本来本来じゃねえや、その周りもよく見てるから多分軍師的なことも本当はできるんだけど、そこはねやっぱシルバーさんには勝てないってちゃんと理解してるから、それが得意な人にはそれを任せて、かつやっぱ何かあった時のためにすぐサポートができるようにって、まあ、オールマイティではあるよねきっと。こう部下の得意な部分を伸ばしてあげるタイプじゃないかな。いや理想、あ、わかった、理想の上司だ。セベクさんは理想の上司タイプだね。いいと思う。ディアソムニア寮全体的に言えることは、決め手にかける。決め手にかけるって言い方するとちょっと悪い感じがするけど、まあ割と皆さんオールマイティにいろんなことがこなせるんじゃないですかね。だから高難易度のクエストとかいいかもしれないね。マレウスさん。マレウスさんは、怒らせたら怖い。あと、プライベートが謎。あと、無趣味。趣味がなさそう。あ、でも趣味がなさそうって話したっけ？いや、つい数分前に話してることとかもね、すぐ忘れちゃうの。ドリーだからね。リリアさん。リリアさんは、服飾系。で、人を見た目で判断しない。毒舌っていう感じかな。で、シルバーさんは、出自が闇。うん、闇だと思う。マレウスさんとなんかあるんじゃないのかな。まあ、そういうゲームなのかどうか知らないけどね。あと、うん、軍師タイプ。戦略を練るのが得意。この量はオールマイティだって言ったんだけど、多分遠距離攻撃を受け負ってるのは多分この方なんじゃないかな。あと、無趣味。趣味なさそう。セベクさん。セベクさんは兄貴だと思う。二期。二期でしょ？あと、筋トレが趣味。で、最後は理想の上司っていう感じかな。どうなんですかね。ツイステのミリシラが、まあ、前後編とやってきたんですけども、まあ、今回で終わりになるので、もうついさっきね、答え合わせを見てきました。ああ、それで、見た上でのコメントなんですけど、カリムさんね、パリピボーなの？パリピじゃん。踊ったら悩みなんて忘れるっていうのが、公式のセリフなんですかね。インド映画みたいな人なんだね。で、ビルさん。ビルさん、ヨガが好きで、手抜きが嫌いって、やっぱ努力家な方なんじゃないですかね。当たってたんじゃない？あとさ、喋り口調？もう、おねっぽいよね。私、おおむね合ってたんじゃないですかね。あとね、この方の、全体の絵のヒール。で、私、ピンヒールがめちゃくそ好きなんですよ。この方、ビルさんの衣装とかもめっちゃ好き。あと、イデアさんね。イデアさん、やっぱこの方オタクじゃない？合ってたんじゃない？プログラミングが、ま、趣味なのかな？
その何かプログラム見てるときに、このプログラムはすごい、ああでこうでそうでそうでとか、すごい早口で言いそうだよね。セベクさんね。セベクさん全然2期じゃなかったね。16歳だったワロタ。まあこんな感じで終わりたいと思います。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。